豪快な大外一気で快勝でした。赤番のホーム8番山田慎一郎が神奈川勢3番手。残り2周を切りました。動き出す5番の伊藤翼神奈川勢です。そして前で突っ張る6番の相川匠埼玉勢、そして神奈川勢の内から7番の田中裕二3、4番手また取り返しまして、さあ5番の伊藤翼再びの巻き返しです。鐘が鳴って6番相川の外叩いて出る3番の渡辺と8番山田慎一郎は離れてしまいました。さあ中段もつれ合っています。6番の相川が先頭、2番手が並走、4番二次守っている、5番の伊藤翼は交代していきました。代わって7番の田中裕二が巻き返して残り1周を切りました。1番の国崎浩二、西の2社3、4番手のまま残り2コーナーからバックストレッチ縦1列です。6番の相川が先頭、3番手から鋭く7番田中がまくっていく、1番の国崎が続いていきまして、5番の伊藤翼再び巻き返して3番手外、後ろに神奈川勢2人が続いているが、7番の田中が先頭、番手に1番の国崎浩二直線に入りました。外5番の伊藤翼も強襲するが7番田中がゴールイン。